はい、酒好きの元新潟人の飲酒とかです。今回は、一番搾りが新しくなったので、飲みたいと思います。新一番搾りですね。シールが邪魔なんだ。麦の美味しいとこだけ搾る一番搾りが新しくなりました。日本の繊細な味覚に合う澄んだ上品なうまさをぜひお楽しみください。アルコール度数比 5% で、麦芽 100% ビールですね。原材料が麦芽とホップ。これいつから新しくなったんでしょうか。まあ、ね、9月ぐらいに新しくなったっぽいですね。今日のつまみはこちら。シシトウが安かったんで、シシトウを油で適当に炒めて、塩コショウを振っただけの、実に簡単なビールに合うつまみですね。泡出まくってた。冷やしが足りなかったか。ちょっと冷やしが足りなかったか。泡だれ。よし。とりあえずちょっといただくか。うん。うん。ちょっとしょっぱすぎたな。塩コショウ振りすぎた。しょっぱい。あ、でも、うん。ししとうはうまいっすね。あ、ビールのつまみとして最高だね。安かったんすよ。うん。ちょっと辛くてね、美味しいですね。じゃあ、カンピリー。ぬるい。もうちょっと冷凍庫に入れとくべきだったか。でも結構美味しくなってる気がする。あれ、なんか結構うまくなってる気がする。あれ、結構うまくなってる。あ、辛い。シシトウ辛いっすね。結構辛いな。一番搾り。結構美味しくなってんじゃない？味変えたんかな？2017年7月。あ、7月にリニューアルしたんですね。2ヶ月前ぐらいにリニューアルしてるっぽい。あれ、うまくなってる気がする。麦の旨味、麦芽由来の旨味成分を 4% アップ。はぁ。ちょっと甘くなったな。一番搾りな。うん。甘くなった。うん。なんだろう。甘くなってるっぽい。俺の味覚だと。俺のスーパービールマニアユッキーのから言わせると。甘くなった。うん。結構ね、ドライだったんですよ、一番搾りって。で、味も薄いし。でも甘くなったことによって結構丸みができたね。うん。で、飲みやすくなってる気がする。結構ドライでサバサバしてたのが、まあ、角があったのが結構、マイルドになった。口当たりもマイルドになってる。うん。これ変わったな。
あ、うまくなった。これ、昔から言ってるけど、一番搾りまずいんですよ。好きじゃなかったんですけど。いや、これはうまい。うん。これは段違いでうまくなってる。俺確か一番搾り三つ星ぐらいしかつけないんだけど、これはうまい。うん。明らかにの、あの、口に含んだ時に、なんだろう、明らかに丸みがあるね。味に。味っていうか刺激というか、喉越しというか、喉越しが逆になくなったけど、まあ、味変えてきたな、だいぶ。これは味変えてきたぞ。これは、一番搾り嫌いだった人は、一回飲んでみるといいかも。うん。だいぶ変わった。うん。なんかね、いろいろ書いてあるけど、ホームページに。うん。バランスの取れた味になってる。プラス 7%。後味が良い。プラス 8%。香りが良い。プラス 2%。結構、一番搾りってドライすぎた感じがあるんですよね。俺が今までの一番搾りだと。で、甘みもなくて、まあ、結果旨みもないんですよね。ただ逆に言うと、これドライだった一番搾りが好きな人は、これまずくなったって答えるかもしれんね。うん。あ、なんか喉越しが減ってるって感じ。喉越しも減ったし、ちょっと辛みっていうか、ドライさも減ってる。うん。口当たりがあのドライだったのがマイルドになってる。明らかに違うね、これは。これは、バカ舌のユッキーでもわかる。うん。で、なぜかシシトウがね、あの、オレンジ色のシシトウがあったんだよ。一個だけ。あー、シシトウうめえ！うまっ。シシトウ半端ねえな、これ。やべ、シシトウ投げ売りされてたけど、クソうめえ。アスキーのサイトにもありますが、うん。ブログ、あ、アスキーのサイトかな。従来品は、キリッとしたラガーならではのキレと、スッとした後味。次にリニューアルした、一番搾り。香りが一番搾りより豊かな感じがします。旨味があって、ふわっと丸い風味。そうですね。うん。従来品はキリッとしているが、新一番搾りはふんわりしている。まさにこれですね。わかりやすい。まあ、飲み比べる仕様にも多分もう古いやつ多分売ってないんで。うん。だから、ドライなのが好きだった人には多分まずいって言われると思う。ああ。結構辛いな。うん。これはうまい。一番勝利うまくなりましたね。個人的にはですが。辛い。あー、シシト辛いわ。
コクが増えた。うん。うん。甘みも増えた。香りは、逆に減ったような気はするけど、まあ、うん。4434です。ご視聴ありがとうございました。